コチとチコチどうもロクチカラトルチワンデラックスあちこちコチコチとトルチワンデラックス始まるよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。笑ってドルチェ&デラックス、ドルチェ&デラックス始まるよ。タモさん、はい、なんだい工事の方へ。いただきますじゃねえ。いや今日はウイスキーで頑張ってますよ。意外とコメントを受けてないな。はい、ああもっと受けるかな、もっと受けると思ったけどね。コメント来ない、来てないよ。どうしたの。え、いや久しぶりのドルチェ&デラックス、元気ですか。元気ですね、やっぱり。ああ久々ですね。ああ今月はいろいろとあったんでね、うん、これ僕の名前が載ってないというね。シンさんの ID がわシュンさん出るよ出るよ、すぐ出るよ。シュンになってるっていうね。シュンになってます。シンさんですね。一旦シュンを呼ぼうか。七海シンですね。七海シンさん、もう何度もね登場してますんでね、はい、ちょっとシンさんだよ。あ、そうそう、今日ねあれなんですよ。何散髪したで。誰。僕久しぶりやね。全然わからんね。本当か。笑っていいと思うの流れね。こっちの方が長いな。いやでも同じなんですけどね、うん、パンパンですね。パンパン、パンパン。いや久しぶりのパンパン。パンパンです。あ、パンパンです。あ、じゃあ久しぶりって言ってもそんなちょっと前ですよね。あの月に1回は出てますからね。う、はい、うん、だからパンパンがいないとね。パンパンはねいろんなこと知ってるからね。うん、まだそのネタ続くんですね。そうそうそう、ほらもうだってみんな知ってるやん。パンパン痩せたとか、パンパン教えてとか。お早い。あのちっちゃくヒロアキって書いてあった誰やん。パンパン。なんか前回もそういうことね。これ教えてパンパンやらね。このパンパン的なあだ名がもうだいぶ浸透してますよね。うん、なんか。うんうん、まあ、教えてパンパーンって100回以上言われたんですけどね、うん、何回も教えたことないというね。何を教えていいかも、何を教えていいかもよく分からない。そもそもね。そう、何を教えたらいいんだっていう。あのほら俺らさ、とドルチェ&のみんな出たがりさんが多いやんか、こういうのにね、うん、だからさ、誰を出してほしいか聞こうか、まず。はい、あれ行きましょう。ちょっと、はいはいはい、その前に自己紹介いい言葉でしょうか。自己紹介いいよ、もう分かってるやろ。いいのか。リクそんなに出なくないか。あ、じゃあ、チャームポイントを言っときます。いきなりチャームポイント喋るんですか。名前喋る前に。いいね、笑い声いいね。いいですね、教えていいと思う。左からパンパン、それ分かってるわ。もう分かってるね、俺は。そうです、ありがとうございます。じゃあ、いきますか。リク、ビール足んないんじゃない。ちょっとそうですね、しすぎやろ、お前。ちょっとじゃあテンション低いぞ。今日も今からいきます。あ、飲むかい。リク君、これはないとダメ。お酒大好きだよ。お酒大好きすぎるよ。あれ中やから。飲んどけ飲んどけ。元気出ないんでね、飲みます。一緒に飲みましょう。乾杯。リク V。 レイジ出してだって。うん、あー、毎回でも言われますよね、レイジ出してっていうのもね。そうそうそう、グイグイ。あ、そうそう、すぐるさん、ともちゃん、おめでとうって来てるけどさ、いや、昨日もね、盛り上がったね。盛り上がった。いやペロッペロになったっすから。盛り上がりすぎて何も覚えてないね。二日酔いや。二日酔いになるんすか。あ、なるよ。あんな春彦さんでも。なるなる。あんな春彦さんでも。レイジファンすごい。まあ、レイジファンすごいの。レイジ出して多いっすね。なんか、うん、そう。でも一人、中川家のレイジの感じ変えたやつおるけどね。ほんまや。シュンシュンシュン。あっちのレイジやで、今。すごいね。そしてあのめちゃめちゃ旬を押してる人もなんとなく想像つくって。なんとなく想像がついてしまう。つくね。うん、もうレイジ君。あ、レイジ、レイジ多いね。次回レイジさんあるんじゃないですか。あるね。レイジを 3,4 人出しておけばいいんじゃないですか。レイジ 3,4 人。うまいこと言う。ありがとうございます。いや始まったね。いやー、いやー始まったね。はい、え、今月一発目ですよね。一発目、そう、まだ今月あと2回あるから。あ、本年もよろしくお願いします。出なかった。え、出なかった。なんて出なかった。どういうことや。いや、その月1回のこういうのに、え、早く来いよって思ってた。今、やけどするからね。今、やけどするからね。
違う、違う感じ。私も好き。俺も好き。しげさん帰れ。ひどいな。しげさん帰れ。ひどいな。ねえ、あと25分で帰ります。絶対帰れよ。あ、すごい皆さん本当にね、温かい言葉ありがとうございます、本当。F になってね。嬉しいね。じゃあまずは、行こうか。はい。告知からやってみましょう。告知から行こうよ。告知かい。いきなり告知かい。みんなまだ浸透してねえから。そう。はい。なんとね、ドルチェ&デラックス見たと言ったら、通常5000円の初回料金が、なんと1000円です。時間に、ね、強月とソフトリングも作って、遊びに来てください。あのもう今日だったらもうただでいいわ。あ、いいんですか大将。大将今日だけ、なんとタダらしいです。じゃあ、あ、それダメだね。ダメだね、言い過ぎた。ただはまずい。あの、この4人の中の誰か指名でいきなり来たら、もうタダでいい。あー、で、帰りひばり寿司連れてきた。店の下にあるお寿司屋さん。そういうことよ。そういうことです。なんで、あの、まだ今日暇ない人待ってます。うん、そう、あれ行こう、あれ行こう、あれ行こうっつって、どんびり下ろすらしいよ、今日。うん、そしてこれ、そしてなんとこの後、ちょっと見にくいな。そしてなんとこの後、夜の10時半より、レインボータウン FM で、79.2 メガヘルツ。メガヘルツ。発音むちゃくちゃやろ。Z で。Z でって何やねん。ヒカル会長の。それでヘルツって言うのよ。あ、そっか。ヒカル会長の相思相愛、神すまないと。絶対やってるんでね。こちらもお願いします。ラジオ、ラジオ、ラジオです。しっかり突っ込まれてるよ。メガヘルツ、Z いらない。 Z いらない、間違えました。すいません。いろんなね、あの有名人の人もゲストで出てるらしいから。そうですね、結構な有名人。なんかコロッケさんの娘さんがね。そうそう、じゃがいもがバカ言い過ぎた。これを見てやろう、じゃがいも。なんで、ドルチェ、今日はドルチェの日なんでいっぱい見てください。はい、よいしょ。結構出ますよね、有名人。そうそう、出る。僕一回、ヒカル会長にこうついてこいって言って、ついてたことあるんですよ。そしたら、浜崎あゆみの後ろでよくギターを弾いてるよっちゃん、よっちゃんがゲストで来てまして、もともとあの人ジャニーズなんですよね。そうなんです。タノキントリオっていう、そのなんかトリオの、あ、そう、ね、はい、ジャニーズさんの、すごい面白かった。よっちゃんと、田原としかです。田原としかだ。あとはあの、黒柳さんですよね。ああ、近藤正彦。マッチね。マッチ。なんで全部俺はネタ風に言わなきゃ。なるほどね。ああ、そういうことですね。ああ、黒柳さんっつって。合わせてタノキントリオっていう。そう。うん。え、もう良くないか、タノキントリオは。もうその尺はいいんじゃないか。いろいろトリオいるからね。いや、タノキントリオで30分撮ろう。今日は。絶対望んでないでしょ、そんなもん。もうタノキントリオはいいわと思ってるね。もういいよ、タノキントリオは。はい。ほんと。いくよ。はい、行きましょう。じゃあ行きます。はい、ほんとに。はい、じゃあ誰が玉金取る。もういいよ。12月はい、第1週目ということで、はい、先月、ドルチェ&デラックスナンバーワン、はい、決定しました。はい、誰だ、誰だ、お前、誰だ、お前なんすか。その話題いいか、次行こう。まずね、一つ言うのは、この中にはおらんからね、もういないですよ。もうナンバーだったらここに入ってない。フリーじゃなくて本当にいない。ここにはそんなのいないんだけど。まだいない。誰と思いますか。誰と思う。あの人しかいないって分からんよ。分からん。結婚してくれたら定期的に送られる。5本で結婚するの。あ、なんか不動な人。誰かな。ここまで引っ張るっていうことは、今まで外人のをもう覆す。はい、ナンバーワンが誕生したっていうことです。うわ、外人の方がダニーしかおらんのね。じゃあ何人かおるぜ。でか。あ、そっかそっかそっか。そうですね。まさや。ほら、やっぱみんな分かってないね。あ、分かってない。ああ、分かってないね。これがね、ドルチェ&デラックス変わるよ。変わりますね。うん。新しい歴史がね。歴史のナンバーワン。以上も変わるね。じゃあ、ハガキ行こうか。なんで俺らの思い出話で終わったんだよ。紹介せんかい。読み込まんかい。じゃあ、行きましょう。はい。じゃあ、先月の、はい、はい、なんと、はい、キリキスグルダイヤだよ。はい、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 ね。こんだけ伸ばしといても、なんか結局不動のたぬき長かった。またスグルちゃんだよ。おお、なんとスグルさん代表に昇格しました。おっ、
ナンバーワン、ね、代表になったということはこれでまたちょっとあのやらしい話ですけどこっちの方もまたたまったこっちの方ですね、あんまりこっちの方があんま変わらないというこっちの、こっちの方が変わらないあんまり変わらないというね本当、これ V、うん、俺ばっかり飽きたって俺も飽きたわ本当だよ俺らが一番飽きてるよ連続何ですか連続7回目ですね7回目連続だよこれあと2回やったら野球の世界でノーヒットノーランですよ。うえーそんな盛り上がるかね。あんま分かんないですよ野球の話すごいね、これはほんともうどうしようもないねこれすごいですよ。いやあのあれですやんか飛ぶ鳥落とす大してないでしょ。俺が一番でどうのこうのっていうのはこんな小さくから呼び込んだ割に結構テンション低いなんで。いやまたあの V7 取った気持ちはどんな感じですか。そういうことだよ。そういうことですか。はい、マイク使います。いやマイクじゃねえわ。でかすぎるよエコ聞かないだろそれどうすか。あ、来月も1位狙いますかって。今月12月もね。今月はもうだって誕生日ですからね。そういうことよ。その写真あります。あります。はい、ドン。お誕生日写真が誕生日の時の勝手に、あ、出るのね。あ、ほらほらね。あ、いや懐かしい。これみんな、T シャツね。これ去年のでしょ。もう今年やね。今年やね。これもほら、もうすぐる代表の言いなりになってるよ。言いなりじゃねえ。みんな言いなりじゃねえ。みんな大体イベントそうやってるこれ着ろって言われてさ、俺ら飲めって言われてさ、なんならこの結果一人後ろ向いてる。もういじけてるよ。ちょっと反逆のカリスマみたいな。大体こういうことでしょ、みんな。みんなこういうことか。あれあ、これ、あ、もういきなり行ったね。いきなり行ったね。昨日の、はい、トモヤさんのバースデー。そうですね。うん。これもう俺ら言いなり。言いなりになってるよ。言いなり。これは言いなりですね。言いなりやん。これは言いなりですね。蝶ネクタイ。蝶ネクタイも。大して誰もやってないのに蝶ネクタイ。そういうことやで。どれだね。ああ、これね、うちの若い子。アンダー24。そうそうそう。アンダー24なのにちょっとおっさん2人入ってるけどね。よう見たら1人だけ入ってる。よう見たら、よう見たら、よう見たらおっさん1人入ってる。2人入ってる。コメントが多いね、さっきから多い。レイジ君もいるよね。レイジはどれ。レイジ君はね、右下ですね。ああ、いたね。前3人は多分親知らずが痛いんでしょうかね。ああ、そうだ。ダニーがちょっと招きみたいよね。招きの人みたいになってるよ、マジで。あの感じすごいね。そういうことよ、もう。いいっすね、誕生日は。誕生日はね、楽しいね。うん、そうそうそう。外人さん、身長高くないって。191っす。本当やろ。はい。すごいよね。モデルやってたんですよね、確か。今もやってるのよ。あ、そうなんだ。いや、もともとね、モデルでなんか、いろんな会社の CM とかも出たの。そう、ソニーとかも出とったらしいんだよ。マジで。はい。あの、ヘッドホンの。そう、世界発信されたらしいぞ。身長はあんま関係ないよね。すっごい、でもかっこいい、うん、めっちゃすごい人や、だからドルチはいろんな人がいるよ。はい、来てほしいね。うんしか言ってないやん。喋れ。いや、どうですか。いかや12月はいろんなことあるけどさ、ね、もうでも半分終わったっすもんね。ちょうど半分ぐらいね、ほんと。もうもう半分も終わってしまったから。そういうことですよ。もうあと1年があと半月しかないよ。あ、従業員募集してるよ。うん、つい最近も入ってね、来て元気にやってますけどね。このズルムケ君抱いてて誰やズルムケ君。エビゾワムカチカチクやってたよねって。どういうことや。そうそうそう。従業員募集してるし、あのドルチェ正月も営業でしょ。そうですね。元旦は代表がもう営業するぞ。だ、言いなりなんです。もう言いなりどれは言いなり。俺じゃないです。俺じゃないです。家畜じゃないんです、僕らは社畜なんです。もう餅つけって言われてるから。ね、餅つけ、餅つけ。あ、餅もなんかつくとかなんとか。そうなんですよ。それは俺の発案じゃないですかね。あ、また言いなり。なーにーって言うんですか。いや、始まったなって。クールポコの。クール。いいね。結婚してくれたらドンペリ10本ですよ。2回目、2回目、2回目。5本でいいっつって。5本で結婚。安いな、安いな。5本でもいい。じゃあ行くよ。はい。久しぶりのドルチェ&ガッツ。はい。行きますか、先行きましょう。行きましょう。じゃあ、はがき。ハギでしょ。ハギですよ。ハギ来ます。遅いわ。ごめん。またごめん。ハガキの前に大丈夫ですか。
そういうことよね。だいぶ遅くなったね。来ましたね。ハガキ来てます。お、5枚。5枚来てる。なんてのやっぱハガキ来るね。どうせ5枚中4枚全然出ない。何番はいつも決まってるのにハガキは来るね。なんだろうな。これはどこに届いてるんですか。ハルさんの家に届いてるんですか。これあのドルチに届いてる。ドルチに届いてる。ドルチに届いてる。すごい。そうそういうこと。素晴らしい。じゃあ CM の後に。CM の後ハガキ行きましょう。はい。自分を変えたいすべての人へ。さあ、フェイトへおいでよ。はるか、はや。今日ちょっと会いたいな。よかった。ちょっと従業員集がしますね、そろそろね、こんだけやってるとうちの従業員も見てるか見てるかもないか お店で多分やってるのかもな前回はね、あの見事にショーがね、ここに登場しまして、はいはい、あの人の本名を晒すっていう全部は晒しとったもん後でめっちゃ怒りましたけどねテンションガタワチやったよ、最近ってこといや、言ってんじゃねえから、まずねいいそうねはいじゃあ、行くよいきますか、ハガキやったいきます、はいはい、この前、雪崎という時計屋さんでマサヤさんを見ましたいろいろと時計をキョロキョロしながら見ていました何か買ったんですかペンネームジェジェジェさんからやっぱ出たジェジェジェ多いね結構見てますジェジェさんは結構もうストーカーなんじゃないまだ店では誰かわかんないんだよなあの雪崎って知ってますはい時計屋さんはい僕はそこに行って、うん、テンション上げるんですよこれ欲しいなっていうはい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 そう絶対じゃあ行こう次はいじゃあ次行こう次行こうちょっと待ってこれからやってんよ何がお前いいわうんじゃあこの前ココイチでリク君を見ましたよく見ろわけよ本当にリク君を見ました美味しそうに頬張ってまるで子供のようでした、はい、そんなにココイチが好きなんですかペンネームジェジェジェさんジェジェジェさんジェジェジェココイチにも来てるんだ見てますね絶対歌舞伎に住んでんじゃん、絶対新宿住んでますよね分かんないのよこれココイチ好きなのココイチはすごい好きですねやっぱり何グラムに何イチが好き何イチココイチが好きですね他ないでしょ他ないけどねあ、歌舞伎町ね、24時間やってるんで食べたくなったら、歌舞伎町のココイチがいいと思いますどんどけよ、お前もうよしいや、俺、そこが来ると思ってなかったマジで飲んでるの見られてるあ、そうなんだココイチにさ、めっちゃラッキョ乗せるよねすげえラッキョ乗せるよねそうです、あのちょっとね、ラッキョとあれが美味しいんですラッキョとなんか温玉みたいなのつないはい、そうです、大好きです、あれも必ずですよくブログになんか乗っけてるもんねめっちゃ笑顔であと10辛っていうのはポイントかな辛いのいけるんだね辛いのめっちゃ好きやもん辛いの好きなんでね10辛ってよく食いませんよねすごいよあれ普通の人はいきなりは出してくれないもんねあの5辛以上はいきなり5辛食べたことある人しか食べれないそうなんすかそうだってあれ1辛にした時点でもうココイチの味じゃなくなってないなんかそう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 だからドルチェと一緒はやっぱいきなりはスグルさんは指名できないそうですできるできないできるわまずは10段階のうち5までしかいけないそうそうまあまあまあ嫌いなキャスト誰とか何回来るもんあこれ質問は答えましょうはいほんとそこだけ拾わんでいいこれ質問は答えてけどね正直な話ね俺いないっすねマジでいないなんかそういうキャラ作りもいいですよねじゃやっぱ代表だからさ、多分みんなの名前覚えてないと思うよ覚えてるわ逆に覚えてるわ逆に覚えてるわ喋る機会とか少なくなるじゃん
いやいや、喋る機会が少なくても名前忘れることないですよ。いやでも代表優しいよ。優しい、優しいよ、うん、怒んないもん。うん、あと男気がね、すごい溢れてる。それは得や。そういうことです。俺じゃないですか、はい、人数ももう30人ぐらいいるからね。海老蔵嫌いです。すぐだ、海老蔵嫌い言ってたよ。海老蔵は嫌いね。海老蔵は嫌いです。ちょっともうやめてください。マジへこむから。海老蔵嫌い言うてたよって言ってた。ちょっと切るんです。これ高木ご飯行くわ。すぐるさんと喋りたい。喋りたい。あ、出た、ヒロト出して。ヒロトね、出そう、出しましょう。サマレージとヒロトとしゅんさんですね。まだ来てます。はい、じゃあ行こう。じゃあこの前丸井で、はい、リクさんを見ました。ペンネーム JJ さん。またかいさん。だけ、うん、これだけしか書いてない。あ、ほんとさ、あんまり丸いかないんで、多分一回しか言ってないんでね。それなんか見ただけでいいんすか、それは。なんでこれ来たの、書きは読む。ただの目撃情報。目撃情報。あんまり服とかわかんないんですけど、なんかね、今度のね、いつもドルチェデーっていうのが、いつも黒と赤のコーディネートなんですけど、今回ついに変わって、なんとね、黒と赤から黒とゴールドに変わってね。あー、そういうことね。なかなか売ってないから。ゴールドのスーツ買ったやろ。もうやめなさい。ゴールドのスーツ。どこに売ってるんですか。今月はね。そう、今月は22日かな、うん、ちょっとね、日付変わって22日はドルチェで。23です。22位なんですよ。23よ。22が休みで23。そうなんですよ。まあ、大丈夫か。あ、酔っ払ってんのかこれ。はい、23ですが、そうそう、23黒とね、ゴールドの。そうそう、22が今度は休みになるからね。そうなんですよ、月曜日ね。そうそうそう、23の火曜日が仕事になるんですね。そういうことや。やってます、火曜日やってるんでね。ちょっとそれ買ってきたんで、ちょっと見てほしいんで。そうそうそう、多分みんなも多分そうなるんですよね、黒ゴールドになるんで。そう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 、ぜひぜひ見に来てください。ありがとうございます。こんなね、まさか金髪だよね。金髪染める気あるんだ。とりあえずすぐるさんのアップ希望らしいんで、ちょっとはい、まあそんな感じでね、今日はね、やだわやだわやだやだ、新企画、お、新企画、新企画行くぞ。お、あるぞ、ある、あら、みんな頭起きてるか。はい、じゃあいきます。はい、写真で一言。あ、え、ボケるってことですか。じゃあ写真出してもらおう。はい、あ、これ難しいな、これちょっとこのカルタタイプやめよう。あ、こういう、これ違う写真で選べるの。顔ブルブルやん。これすらも、これすらも写真ってことですね。これ 3D で見るやつでしょ。これ 3D で見るやつじゃないの。これ多分そうですね。もっと見てくれやつ、ちょっとやりやすいやつちょうだい。俺がアホだから。全力今探してくれてる、今探してくれてる。うん、これ一人ずつ答えていくんですか、こういうのは。そうそう、はいって言ってる。あ、はいはい、こうよ。挙手だね。挙手制、はい、はい、挙手制ですか。挙手制で、それ気まずいですね。だって写真だから俺ら見えてないから。あ、文字が読めねえわ。シグエが何やってるの。当ててごらん。ああ、なるほどね。シグエやってるの、当ててごらん。何かと、なんだ、何もう何かしらも正解やけどね。確かにね。それ当ててごらん、何かしら。そう、それよかった。もうちょっと思うんです。俺らがアホと思われる。あ、すぐるさん、招きてよって言いますよ。ですか、何かしら受けてくれた人もいるって。いや、よかったよかった。何かしら面白いですよ。誰が、ほんと頼もう、頼むよ、頼もう、頼もう。はいで行きましょう。はいで、はいで、今写真探してくれてるから。はい、うん、缶拾いかしら。この企画潰れちゃうよ。危ないよ、これちょっともうちょっと前もっと言っててほしいっすね。これ仕事やろ。俺らはもうそういう、そうですね、そういうことで、所詮本番なんだ。そういうこと、あげだ。これは想像力膨らむな。ちょっと待って、あーちょーじゃあ、いけ、じゃあ、はい、はい、ハルヒコさん。おい、おい、あ、あ、そういうことね。ここで言うわけね。あ、今出しててもらっていいですよ。うん、と、じゃんけんパーどうや。みんな笑ってくれた。めっちゃおもろいわ。なんか言えよ。あ、ちょっと考え
ありがとうございます。面白いね。はいはいはい、うん、何番目の子供？5番目。いや、じゃんけんパー。はいはい、マジや。俺、5歳ちゃうで。いやいや、受け。面白い、面白かった。今の面白かった。もう、もう、今のはもう、超えないんですか。あー、そうだね。もう一番行きますか。もう一番行きます。もう一番、あと5分。これ、つれえな、これ。じゃんけんパーおもろいやん。じゃあ、これ、行こう。と、はいはい。と、ちょっと塗るない？立てない。もうこの後させないよ。バンバンさん。バンバン言えやよ。なんか。先生よ。うわ、もうこの上からかぶせれないな。いや、なんでもいいやん。次行って、最後に答えてもらいましょう。ハルさん、うますぎる。いや、もう一枚いいっすか。もう一枚これ最後にハルさんにしよう。なんでや。結構すごい、早いっすね。早いよね。早いね。くない。これもうトークのやっぱレベルがね。あー、面白い。やばいわ。何番舐めんの。そうだ、まだ出てないですからね。いやいや、俺そういうこういうの苦手でしょ。逆線低いからね。あと一個じゃあ、いけるか。ほら、ほら、スタジオの人、ね、大変やで、こんなに。あー、いいね。OK、はい。ホストっぽく行こうよ、ちょっと。うん。で、シーン行けよ。シーン行けよ。これ分かんないよ。シーン行きます。おいおい。はい、グイグイ。ホストよね。ホストよね。これはでも言っとかなあかん。一緒に叩いてくれてるよ。一緒に叩いてくれてますね。俺締め？うわー、ホストっぽい。じゃあ俺行く。はい。はい。はい。結構ちゃんうまいやん。これ続けていこう。おもろいわ。結構たまに。ほらもう終わりや。ほら、ありがとうございます。もう終わってしまう。ほんと、すいません。謝れ。ほんと、すいませんでした。なんで。じゃあ来週もあるよね。あるよ。たくさん見てね。見てね。バイバイ。いや、おもろいわ。生きている感覚に投げかける捨てもなく黙り込んだこと。何回目の錯覚だ。笑っていたろう、さっきまで使い込んだ仮面をやめ。落下に紛れ込み死んでしまった純情。ましてや無情なこの溺れているんだよ。息もせずに番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を。 Hey yo everybody。 この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しなら Night True。 総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送はすべてこちら。パソコンはこちらをクリック。そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO。 チャンネル登録チェケラー。